このミッションの相手は四天王のドーラだ。ドーラか。ネットでは疾風のドーラなんて呼ばれてるみたいやね。しかしあの人圧が強くて、初めて会った時はビビってもうたな。グスタフさんを従えていたあのご様子、何とも言えない凄みがありましたね。でもドーラの動画も結構人気らしいで、きつめな言動に熱いファンがついとるらしいわ。ふん、何がいいんだろう、よくわかんないな。ま、世の中にはいろんな趣味の人がいるもんだよ。ちょっと、リンに変なこと教えないでよ。今は趣味云々の話よりも次の戦いに向けた話をするべきだ。あっと、そうだよね、四天王の一人なんだし注意しないと。奴の機体のベースはウィングガンダムゼロカスタムだ。疾風と呼ばれているだけあって機動性が高く、ブースト能力も高いだろう。じゃあ対空戦の備えが重要になるね。バトルフィールドも相手が有利な場所を設定してくるだろうし。それと以前戦った時は無知系の武器を装備していましたね。威力はそれほどでもありませんが、あの攻撃範囲とスピードは厄介かもしれません。そうだな、そういった点も踏まえて出撃メンバーを決める必要がある。人選は君に任せよう。最適なメンバーを選出してくれ。強力な機体が出てきましたね。捕らえました。浮かすな。そこです。
次に行こう。戦いがいがありそうな相手だ。外しません。これを使います。動きな。そこです。このノルマは達成だ。
の狩り場に無策で飛び込んでくるとはね。さて、どう料理してやろうか。せいぜいいい声で泣くんだね。カオスから GB4 を潰すと聞いたとき、私はね、ゾクゾクしたの。一つの世界を丸々潰すだなんて、そうできることじゃないからね。でも、ただ潰すだけじゃ面白くない。お前たちがあがけばあがくほど、GB4 崩壊は面白くなっていくんだよ。お前も GB4 を楽しんでいたのだろう。それを失ってもいいというのか。GB4 が消えるからなんだ。その時は他のゲームをすりゃいいだけだろ。 GB4 がなくなったって痛くも痒くもないんだよ。それならばあなたが GB4 をやめればいいだけの話です。はっ、無駄口はここまでだよ。それは私だって四天王の一人、無駄死にはしないよ。これ以上やる必要もないだろ。それともカオスのためか。あんたたちが考えているような仲間意識なんてあるもんか。私はただカオスの破壊衝動に共感しただけ。滅びの美学を味わいたいんだ。 GB4 の崩壊を見られるならこんなダメージどうってことないんだよ。泣き叫びな。やってくれるかな。なんてこと。泣き叫びな。この程度のダメージ手でもない。そこでもらった。この程度のダメージ手でもないさ。私に勝ったところで無駄さ。じきに GB4 は崩壊する。もう誰にも止められないよ。 GB4 が燃えるよ。全てが消えていく。その結末は幻に過ぎない。 GB4 もリリン君も必ず救ってみせる。一歩前進ですね。作戦成功ですね。素晴らしい戦果ですね。